このケース本当すごいんで、ちょっと見てほしいかなと思います。はい、どうもこんばんは、やすいです。本日はですね、こちらトーラスさんからですね、商品を何点かご提供いただきましたので、その商品をですねご紹介していこうかなと思います。で、このケースの中にこれはマジすごいと思うケースがあるので、それは最後に取っておきながら他のものをですね簡単に紹介していこうかなと思います。まず一つ目はですね、こちらです。じゃん。これ AC アダプターなんですけど、まあ、30W に対応している、まあ、急速充電器ですね。一応 Gen 3で熱くならない仕様になってます。で、ポートはですね、タイプ C1 つとタイプ A が1つですね。タイプ C の方は最大で 30W、 それからタイプ A の方は 10W です。で、同時に接続した場合どうなるのかっていうと、一応自動で判別してくれて、それぞれに合った電流っていうのをちゃんと流してくれると、そういう仕様になっているので、安心してスマートフォンや他のデバイスも充電することが可能です。ただこれ弱点が、これね、プラグのところが折りたためない仕様になっているので、ここだけちょっと残念かなと思います。重さなんですけど、はい、こんぐらい、 66g になってます。それからお次はこちらです。じゃん。はい、このマットなケースで、マグセーフ対応のケースです。名前の読み方がオーライジンマグっていうんだと思います。結構ね、薄型の軽めの素材になっていて、結構軽いですよ。重さが 21g。 実際にはめるとこんな感じになっていて、もちろんね、レンズよりもこのね、横の周りのカバーの方が出ていて、しっかりとレンズをカバーしてくれます。なんでこうやって置いても全然問題ないよと。で、横、ここのサイドなんですけど、結構フラットになってるので、本当にフラットなところだと大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとボコってなってるようなところだと画面に当たっちゃうかなっていう心配はあるかなと。ただ結構軽いです。充電の部分だったりとか、ここ切り欠きがありますね。で、ボタンの部分、はい、上、はい、横、こんな感じになっております。ただ持った感じはしっとりしてるっていうか、持ち心地はすごくいいなと。なんか軽いです。お次はですね、こちらです。じゃん。これはですね、うちの奥さんが使っているケースなんですけど、これもちょっと読み方があやふやで申し訳ない、おそらくガーディアンマグっていうやつだと思います。はい、こんなケースでございます。あの、結構ね、あの、しっとりとした感じで、横は柔らかいゴム素材というか、そういう感じで、ここはね、結構強化的なプラスチックというか、で、マグセーフに対応してると。で、ここのカメラの周りの部分ですね、ここもこのサイドと同じような感じの素材になってます。で、ストラップホールがついていて、こんな感じで穴が開いてて、横に行くとトーラス、それからサイドのボタンとスイッチの部分ですね、それがついてると。重さがですね、はい、33g になってます。で、ちなみに僕は、まあ、ケースプラスマグセーフのこのリングとかつけるんでね、だいたい59g、60g ぐらいになってしまうというような感じです。一応つけるとこんな感じになっていまして、横にするとちゃんとこのレンズの周りの部分が高くなっているので、こう置いても大丈夫。それからこの横ですね、このサイドの部分もちょっと出てるので、こうやって置いてもこれは大丈夫かなというとこです。で、もう一つが、じゃん、こちら透明のケースなんですけど、マグセーフ対応のダイヤモンドマグっていうやつですね。これもですね、結構透明度が高くって、この横の部分はちょっと柔らかいような素材になってるんですけど、ここの背面の部分は強化プラスチック的なやつです。で、 TPU の素材の透明のやつとかっていうのは、結構黄ばみがね、目立ったりとかしてくるじゃないですか、時間経つとね。どうしてもそういうのが特許技術でですね、少なくなっていると。ちなみに1年以内の黄ばみだったりとかすると、品質保証の対象になるので、交換とかしてもらえるっぽいですね。かなり自信があると思います。ちなみに重さは 30g、 リングをつけると 56g。 はい、 iPhone つけるとこんな感じですね。サイドもしっかりと高さがあるので、レンズを保護してくれます。で、それからここの角の部分だけ少しだけ厚みになってるんですよね。なので、衝撃にも結構強いんじゃないかなと思います。で、表面の部分ですね、表面の部分もやはりちょっと出ていて、こうやって置いても大丈夫な感じ。
で横の部分の切り欠きの部分だったりとかスイッチの部分だったりとかっていうのを見ていただければと思います。はい、こんな感じになっております。これシンプルでいいですね。はい、ということで最後なんですけどこちらでございます。じゃじゃん、これがですねウプロオースタンドというケースになります。これね、さっきのさこのケースと何が違うのというところだと思うんですよ。でもねこのケースほんとすごいんでちょっと見てほしいかなと思います。はい、ということでこちらのケースですね、まあ、ちょっと横の部分から見てください。はい、ボタンの部分だったり上の部分、はい、横のねボタンとスイッチの部分ですね。でロゴがあって、はい、充電の部分ですねとスピーカーの部分、はい、見てください。はい、ここがですねマグセーフになっておりまして、これ反対見ると、はい、このカメラの部分ですねしっかりと保護されております。高さもあります。そしてここ、はい、出ました。これ、はい、さっきのケースとどう違いますか。よく見てくださいね。なんかこの辺が若干違うような気がしないですか。はい、そうなんです。こちらのケースはですねここが違うんです。どこやねんっていう話なんですけど、はい、ここの部分がですね実は、はい、スタンドになっておりますよ。これ、はい、横に置いても、はい、縦に置いてもしっかり立てられる、そんなケースになっております。そして指をちょっと入れてしまえばスマホのリングとしても活用ができてしまう。さらにここの部分がマグセーフ対応なので充電もできてしまう、スタンドにもつけれてしまう、素晴らしいアイテムでございますよ。そして重さはなんと 43g。 皆さん覚えてますか。ケースとリングつけたら、はい、約 60g、 それが 43g になるわけですよ。これ素晴らしくないですか。ちょっとねケースをつけてみましょう iPhone にね。はい、ということでつけるとこんな感じでございます。ちゃんとね高さあるんでレンズ保護してくれてます。はい、サイドの部分もしっかり保護してくれてます。はい、ここの横の部分もちろん高さがあるのでこう置いても大丈夫。そしてここマグセーフ対応、リングはいらない、スタンドもいらない。なぜならそうこのケースにスタンドもついている、リングもこのような感じで使えてしまう、そして充電もできてしまうんです。素晴らしくないですか。これね何がいいかというと、まあ、全部入ってるから全部一つになってるからそりゃいいよと、いいのは分かった、ただこういうケースでもいいじゃないかと、そしたら全部オールインワンになるじゃないかと。違うんですよ。だってねこういうリングとかしてるとマグセーフ対応じゃないじゃないですか。充電しようとすると、はい、これ取って、はい、これつけてって、これマグセーフのスマートさ意味あるってなるんですよ。ただこっちだともう何もしなくていいから、はい終わり、はい終わり、充電、はい充電、はい充電ってことなんですよ。これむちゃくちゃすごくないですか。まあ、詳細言うとですね、だいたい40度から120度ぐらいまでの角度調整できますよっていうのと、一回しっかりねセットしてしまえばスタンドとして機能するんですけど、スタンドとしての機能をしているときに正直ねグラグラしない。それからここがテンション結構あるんで、こうやって置いたときにもグラグラしない、縦置きにも対応してるんですよね。なんでね本当にほぼ無敵なんですね。それから先ほども言ったんですけど、カチッとしっかりついてくれるマグセーフが対応してるので充電もしっかりできますし、スマホリングとかを取り付ける必要がないので、まあ、自撮りしたいなと思って自撮り棒のマグセーフのやつねガチャッとつけてしようかなってなった時もこれを外さなくていい。もう手間が省けるというか、それだけでもすごくね使い勝手いいんですよね。正直このリングでなかなかこうマグセーフ対応のものってなかったりするので、ケースがそもそもマグセーフ対応、さらにケースにスタンドだったりとかこうリング代わりになるようなものがついているっていうのはすごくありがたいなと思います。しかもケースだけで済むから軽量化にもいいですよね。もうもはやこれはですね正直万能かなと思います。迷ったらこれでいいんじゃないのかなと思うぐらいいいケースなのかなと思いました。
正直ね、結構いろんなケースを徘徊してやっぱり Amazon とか見るじゃないですか。で、楽天とかも見ますよ。ヤフーショッピングとかも見ますよ。で、まあ、イオンとか行ったらさ、ケース屋さんとかも見たりしますよ。でもね、こうパッとするものっていうのが正直あんまなくって、ただその中でもこれはもう本当に素晴らしいなと思いました。てか発想がなかったですよね、こういうのって今まで多分ないと思うんですよ。で、デザイン的にもこのマットなこう黒っぽいような感じと、あとは、まあ、透明とかだとどうしても黄ばんでしまいそうなんですけど、真っ黒だから黄ばむ必要もないと、黄ばむ心配がないっていうところがすごく僕的には刺さったかなと思います。で、黒のケースだからゴールドにも合うし、シルバーとかにも合うし、もちろんブラックだからブラックブラックで合わせてもいいかなと思います。ケース自体もですね、いろいろ種類があって、この iPhone14 Pro だったりとか 14 Pro Max、 あとは普通の iPhone14 とか13用とかっていうのも一緒に発売してるみたいなので、ぜひですね、気になる方は見てみていただければなと思います。もう何回も言うんですけど、マグセーフ対応でスタンドにもなって、リングにもなって、軽量化も図れてる、そしてしっかりと保護もしてくれるって、これはマジでオールインワンです。商品のリンクは下の説明文に貼っておきます。気になる方はぜひチェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではさよなら、バイバイ。